吉田さん弓矢の達人っていうのは当たってから撃つらしいですよだから外れるわけがないっていうらしいんですよそれはどういうことかっていうと何度も何度もこうやって修行を稽古を繰り返す中で撃つ前にあこれは当たったなっていうのが分かるらしいですもっと言ったらねあの弓を撃つその場所があるわけですよなんていうところか分かりません弓道場か弓道場に行く前の 家を出るときにも、あ、今日は当たるなとかね。それとか、朝起きたときに、あ、今日は行けるなって思うらしいです。それは、何日も何日も、同じ修行をずっと繰り返して、そのために暮らしてるからこそ、わかるんでしょうね。起きたときに、ちょっと調子悪いなとかね、ちょっと右手ケ我してるんだよねっていうことだと、当たるかどうかわかんないっていう懸念があって、で、打ってみないとわかんないっていうところになるらしいんですよ。 だから、あらゆる条件が揃って、何の心配事もないし、自分の周りでは人間関係も揉めてないし、天気も暑すぎず、かといって雨でもないし、歩きやすい。何のトラブルもなく、心が平穏のまんま、夢を構えることができた。あ、もう当たるなと思うらしいですよね。その中で、あの、これは別の機会にね、話されたことなんですけども、同じような真剣勝負の場で、あの、ある人がね、あの、古本と咳をしたらしいんですよ。 その時にその咳が耳に入った時点であこれは負けると思ったらしいです集中していたらそんなことは聞こえてこないはずなのに自分の気持ちがちょっと揺らいでるからそっちに気持ちが持っていかれただから拙者の負けじゃんって言ってねその場で膝をついたらしいですよね、まあ、商売に例えるわけではないですけども吉田さんも多分同じような感情だと思います私もね商品を出す時ってこの人は買うだろうなって何点か当たりがついてるんですよ でその人は大体買い買ますね。で、この人はこのぐらいの金額なら買うだろうなと価値を感じるだろうなと思ったからその金額にするわけですよ。じゃあ80万ですってやったらおっふっかけてきたなちょっと今回見送ろうかなって思われるから80万にはしないし15万ですって言ったらあれいつもとな,なんか価格が安いなと内容薄いのかなじゃあ買わなくてもいいかなって思わせるからベストなプライスポイントってあるわけですよね。 そういったことをいろいろ考えながら「お前はもう死んでいる」ではないですけどもあの商品を売る前で勝負ついてますよねもうね。で私もねこの今結婚生活を送ってますけども今の、まあ、彼女と知り合って最初の頃はね、まあ、俺が結婚申し込んでも多分ダメだろうなっていうところからスタートだったんですけども一回会話をしてみたりとかねそれからしばらく1週間ぐらい、えーまあ、社員とアルバイトとして関わってみると、まあ、これはいけるなと思ったわけですよ。 いけるなと思うから、2週間で私の場合はプロポーズをしたということでね。そしまあよろしくお願いします。って言ってくれましたね。すごいです。2週間前には知りもしなかった人ともうね。今日という未来に向かって歩き始めていたという。まあ、その時も私もね。だから何の裏付けもなく、いきなり行くんじゃなくてこれは大丈夫だろうな。っていうポイントがいくつかあるわけですよ。それに対して。 拒絶反能がなかったんで、これは自分だなぁと行けるなぁと思ったわけですよね、うん。まあそういった形じゃないかなプロポーズもあの乗るか乗るかわかんない状態でプロポーズって勝負をかけていくときはあるんですけども大体がねあこのタイミングで向こうも待ってるだろうなぁと思うからするしあ今日は多分うんプロポーズされるだろうなぁというふうに思うからなんかそれなりの気持ちで迎えるしなんかもうね。 プロポーズにしても大体のカップルってのはもう夢に夢に当たった状態で言うし聞くんでしょうねきっとねまあそれでも緊張することは緊張しますけどもそこまで条件が整っていてそうじゃなかった時ってのは何が起きたんやみたいな大体の電解誌がねあの想像できますんでねまあでも大抵商売にしても恋愛にしても大事なことではあればあるほど行き当たりばったりではなくってもうこれは100%いくだろうとあとはあのきちんと伝えるだけかな と思うから自信を持ってセールスもできるし自信を持ってまあね申し込みもできるっていうところなんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあいってらっしゃい